皆さんこんにちは。今日はですね、天下一武道会をやっていきます。まあ、ただね、コメントの方で GT のトランクスは入れないんですかっていうね、コメントありましたので、まあレベルはね、ちょっと上がってなかったので入れてなかったんですけども、そいつを踏まえて、まあレベル1の状態で踏まえて、まあ、パッシブをね、使ってそいつのレベル上げにもなりますんで、その感じで、まあブルマ外させてもらいます。それではやっていきます。今んとこまだね、3回しかまだ優勝はしてません。それでは行きましょう。ハイパーティーこれになります。まあブロリーですね。まあ相手のね、フレンドさんブロリーです。それで、まあ、変わったところって言ったら、バイバイ悟空外して、まあ、昨日ご紹介した、早属性のこちらの悟空ですね。こちらを使っていきます。まあ属性がまあ早属性なんですけども、同じような能力プラス、まあ、必殺技をね、8以上で打ってますし、まあ、レベルがまず上がってないので、まあ、天下一武道会って言ったら経験値めちゃくちゃもらえるじゃないですか。まあ、なので、まあ育成も兼ねてこいつ連れていきたいと思います。あとですね、ご指摘いただいたこちら、スーパーサイジントランクス GT ですね。こいつはですね、パッシブスキル、技属性、力属性のね、2つの属性が記録プラス2になりますので、まあ、有効ということで持っていきたいと思います。まあ、レベル1なので、こいつも育成枠で入れていきます。それでは、行きましょう。さあ、今回ね、一番最初、ボーナスステージはないですけども、まあ、5万以上、出したいですね。もう全員戦えば、ちゃんと5万は出るかなと思います。まあ、逃げられた。おー、どうしよう。できるだけね、この敵同士で戦いをね、されたくないので、まあ、そこですよね、マスの一番、注意しなければいけないのは。他も一気に片付けますか、これで。これでいいかな。こっちでもいいんだけど、こっちの方が相性がいいので。よし、これでいきましょう。まあ、予選なのでね、全然強いキャラクターとか出てこないんで、まあ、ガードもそれほど気にしなくていいのかなと思います。まあ、気をつけるのはね、 Z 覚醒されてるキャラは、まあ、ちょっと気をつけた方がいいかなって感じ。はい、まず1人目撃破です。次はもう2歩で最あ、でも大丈夫か。3にしようかな。3でいこう。あ、よかったよかった。今最短がやっぱ動くんですよ、一番早く。で、今俺が持ってた最短が2で、で、コンピューターが1を持ってたやつがいたんで、このダイーズの持ってるところね、で1で逃げられたら2マス進んでも追いつかないということで、今3マス選びました。ここも問題なく、もう必殺技打っていけば大丈夫ですね。これで、ゴジータをね、個人的に持ってる方でしたら、フレンドじゃなくて自分のリーダーはゴジータでもいいかと思いますけども、フレンドはね、まあ、リーダースキルというものを発動しないので、まあ、全体攻撃のね、ブロリーの方がいいのかなと思います。あとはまあ4ターンあるので、どうしようかな。なんかアイテムゲットしたりキャラゲットしたりして、そこはね、まあ見ていきましょう。で、相手よりね、先に動くことで、まあ、アイテムいっぱい多く取れますので。さあ、これでラストの敵ですね。ヤムチャ入ってるし、
やめ茶が入ってます。ここも問題ないかと思いますので、これでいこうかな。もういっか、これでいっちゃおう。一番最初の予選だけボーナスチャンスっていう感じでね、たまに出てくることがありますのでね、ボーナスの持ってるチームを、早めに倒すっていうか、絶対そこは倒したいですね。36,000か。これでこのクリア報酬のポイントが入って5万いかないかな、これじゃ。この次ですね。ああ、いかなかった。4万ですね。多い時は5、6万いくかと思います。それでは次いきましょう。はい、それでは準々決勝いきます。フレンドさん変えてません。ブロリーです。で、1ターン目ですけど、もうね、1ターン目っていうのは何でも好きなもの取れますんで、被らなければね、相手と。金カプでいいだろう。金カプ目指していきます。1,2,3、一回回復挟んでもいいし、回復しとくか。できるだけ、ね、アイテムの方は使わないでやってはいきたいんですけど、使うときは使います。これで終わりです。正直、ブロリー必殺技打たしちゃえば勝ちなので、より早くね、どうすれば打てるのかっていうね、ことを考えていけば全然問題ないと思います。だからこそやっぱ記憶上げパーティーは一番いいよね。時間短縮にもなるしね。よし、ここの獲得ポイントは2万5000ぐらいだね。ちょっと下がりますね、やっぱ。で、こっからちょっとポイントが上がってきますんで、でも準決勝からすげえポイントもらえますんで、やっていきましょう。はい、ということで天下一武道会の続きは明日お送りいたしますので、ぜひ楽しみにしててください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。